さあ、オリックスですけれども、今回の内容は中島メソッドということでございまして、まあキャンプ第一クールを突入しておりますけれども、初日に野茂さんを、招聘しましたが、今回ね松坂さんが、キャンプに訪問してくれたということで、非常に盛り上がっているオリックスのキャンプでございますが、ここに来てですね、中島監督がもう指導止まらないということで、ここ3年間とはまた違った形ですね、キャンプに挑まれている中島監督、まあ、何があってね心境の変化なのかわからないんですけども、ここ3年とちょっとなんか違うのかなっていうところで、改めて、現在ですね、キャンプ第一クール最新状況という形で、中島監督の指導が止まらないというところでね、お話をさせていただこうかなというふうに思います。で、まず今ちょろっと言いましたけども、松坂さんがですね、オリックスのキャンプに訪問してくれたということで、お目当てはなんと斉藤京介でございます。ペータでも宮城でもないということで、まあ、野茂さんとね違うのは、中島監督からこうねちょっとこう連絡があって、関係性があってその練習をこうね、教えてくれた野茂さんと、松坂さんは多分おそらくお仕事というかキャスターという形でね、12球団見ていると思うので、まあそれはちょっと意味合いがねちょっと違うかもしれないんですが、それでも、オリックスの選手で一番こう注目している斉藤京介っていう、ね、名前が上がるぐらいですね、注目視されてますから、僕ねどうしてもやっぱり毎日毎日 YouTube だったりとか Twitter でオリックスにこう特集をしてるんですが、どうしてもオリックス単位で見ると、次ブレイクするのは誰だって聞かれたら斉藤京介っていうのは名前が上がるぐらいだと勝手に僕思ってたんですが、こういう感じですね、プロ野球の有識者、しかもレジェンドですね、スーパースターがちゃんとオリックスの斉藤京介目当てに来てくれたってことを考えるとですね、オリックスどころか、パリーグもっと言うと球界全体でですね、斉藤京介っていうのはかなり注目されてるんだろうなっていうふうに思いました。まあ、なのでオリックスさんはもう斉藤京介にもうよだれまみれでポジポジしてほしいですし、他球団はおそらく今震え上がってるんだろうなと、特にパリーグ5球団ですよね。なので第2の吉野部とかではなくても斉藤京介という一人のスターが、今年誕生するんじゃないかっていうぐらいね期待値を高く僕は持たせてもらいましたんで、より一層2024年早く始まらんかなっていうふうに思うんですが、まあ入木コーチがね、斉藤京介投手に関しては50イニングぐらいなんじゃないですかっていう話をしてました。まあ、50イニングキリがいいのがやっぱり割る5するといいので、大体まあ1回5イニングぐらいですかね。僕はどうしてもね球数がすごく少なくて省エネ投球で6イニングぐらいいっちゃうんじゃないかっていうふうに思うんですが、目安は50イニングだということなので、まあ5イニング投げて、おそらく投げましょうして、めちゃくちゃ準備期間もリフレッシュも与えてですね、万全の状態でまた投げて、で投げましょうしてっていうようなことを1年間繰り返すのかなっていうふうに思ったので、おそらく開幕ローテ入るでしょうし、早い段階でですねお披露目っていう形でね、初勝利だったりとかですね見れるんじゃないかなというふうには、思いました。で、改めて去年のペータとか、見ていくと、今年の斉藤京介投手もそうですけど、今ってやっぱり高卒 2,3 年目の選手ってそんなにフル回転オリックスしないじゃないですか。3連覇も禁止しててっていう。で、もちろんねペータはやっぱりこう体もまだまだ身長伸びててっていうことで成長過程だったでしょうし、斉藤京介投手もねどんどん今やっぱ細身ですから、これからこうまあ今年のキャンプ見るだけでもちょっと体が大きくなったなって感じた ぐらいなので、体格的にも能力的にも成長するんだろうなっていうふうに思うんですが、それさっぴいてもですね、高卒2年目で吉野村との開幕2戦目投げてですね、そこから中6日でフル回転した宮城投手ってえぐいなと改めて感じたんですね。もちろん体の強さ、高南高校からすごくタフだったっていうのはあるんですが、それにしてもですね、今だったらどうですかっていうね、投げましょうして中6日で回らず10日でとかやるのかなっていう。しかもその時って2021年前年まで2年連続最下位だったわけですよね。そんなにやっぱ急ぐ必要がないと、今は連覇して3連覇もしてってことで、そこがかかってるからちょっと気合が入る部分があっても不思議ではないんですが、全くもってそんな時ではなかったのにフル回転したわけですよね。そう思うと、なんか斉藤京介投手の凄さイコール宮城投手の凄さでもあんのかなっていう、なんか同時に2人すごいんだなっていうのを改めて感じたので、ぜひまあエースとしてねバチバチにペータと争うと思うので、そのあたりね宮城ってやっぱすごかったんだろうなってちょっと感じたっていうようなお話でした。で、今日のテーマはね中島メソッドということだったので、改めてね中島監督がどんな選手にこうメソッドを注入したのかっていうところなんですが、まず、注入したのが吉田輝星投手ということで、まあ、前回もねこのチャンネルで、吉田輝星投手を特集した動画上げましたけども、実はキャンプ始まる前からですね、吉田輝星投手には自主トレが始まる前に、体重移動のところを一応レクチャーを受けてたそうなんですね。なので吉田輝星投手もちょっと自主トレ期間はそこを意識してやってたそうです。で、体重移動で特に右バッターの外に投げるときにちょっとズレを感じるというので、もうちょっとですねこの辺気になってたんだよっていうところでお話があったそうで、そこも吉田輝星投手は知った上でですねしっかりと意識をしてたと。で、今日ね、中島監督が前横後ろと360度のアングルで吉田輝星投手の投球練習を、まあ、覗いていたということで、報道陣にはですね全く見てないっていうような、まあ、ツンデレというか中島監督らしさが出てるんですが、5分間ですね吉田輝星投手とこう話をしたというふうに言ってました。で、
投球練習終わってから中嶋監督がですね、吉田輝生投手のスパイクの跡を見てるんですね、足跡を。で、吉田輝生投手が大丈夫かなと、ブル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 震えていたら、ちょっとずつ治ってきてるからよかったよということで、力が入ったりすると、ボールがちょっとカット気味になると。それでやっぱこうずれてしまうので、ちょっと気になってたんだよということで、吉田輝生投手もまたね、一つ二つ階段を駆け上がったわけですから、これね、ただでさえ、金谷体育大学で体重も絞って、スピードも10キロ、戻して、そんな中で中嶋メソッドが掛け合わされるとですね、ちょっと吉田輝生投手が本当に新吉田輝生という形でね、大化けするんじゃないかっていう期待値も持てますから、非常にやっぱここは楽しみな、部分でした。そして吉田輝生投手だけではなくてですね、育成の勝木選手にも、一言、中嶋メソッド注入ということで、キャッチャーやってみたらどうということで、池田龍馬と全く同じな感じなんですね。大阪桐蔭はキャッチャーさせがちということがあるんでしょうか。オリックス支配下で見ていくと、森は勝樹がいて、石川亮選手がいて、そして、高校生の堀選手がいて、そして、3番手に福永選手がいてってことで、支配下5人いるんですね。育成で言うと村上選手がいてということで、間違ってなければ6人体制ということなんですが、去年、育成で釣り選手、そして支配下で中川拓磨選手の、戦力外にしたということで、数字上はマイナス1になってるんですね。で、池田龍馬選手には、やっぱ外野の競争が激しすぎるということで、中学時代キャッチャーだったってことがあってですね、キャッチャーを、させたりとかしてますが、ここに来て、勝木選手にもキャッチャーということで、アマチュアで、それはもうやってたんだろうなということで、調べてみたところ、なんか僕がわかんないです。見つけられてないのかわかんないですが、大阪桐蔭の時にはサードなんですね。あんまりキャッチャーやってないんですよ。で、なんでなんかなと思ったんですが、これジャイアンツ時代ですね。巨人であったりとかロッテにもいましたが、このジャイアンツ時代に2022年ですよ。キャンプ中、それこそ今と同じタイミングに、不測の事態に備えてキャッチャーの練習をしてたそうなんですね。ブルペンでしっかりとボールをちゃんと受けてたそうなんですね。それがあったからなのかわかんないんですが、勝木選手キャッチャーやってみたらどうということで、そんなにキャッチャー足りてへんのっていうね。確かに支配下5、育成1少ないかもしれないですよ。ただやっぱ森若月、福永、この3枚っていうのはすごくやっぱり層が厚いですし、石川亮選手もいるってことを考えると、まあ質はすごく高いんじゃないかなっていうふうに思ってたので、本当にオリックスがですね、こういう感じでキャッチャー不足っていうのが感じているのであれば、なんか今年含めて育成支配下でキャッチャーっていうのはなんか獲得すんのかなっていうのをちょっとやっぱよぎりましたけども、まあ相当中川拓磨選手だったりとか辻選手の見切りっていうのはあったんだろうなっていうふうに思ったので、取ったとて出る番がないですからね、怪我前提で取るのもちょっとおかしいのかなっていうところで、もしかしたら怪我人が出たらですね、新しいねプロ野球の2軍チームできますが、そこからね獲得するっていうようなこともありえんのかなっていうのはちょっと妄想が膨らみましたが、勝木選手にもそういったことを言ってると。で、何も新戦力だけではなくて、山崎総一郎投手にはですね、吉田輝生と同じく体重移動というところを助言してたそうですね。結構後ろ目だったのをもうちょっと前にしてみたらどうだっていうことを言われて、実際に投げた感覚で言うと、たまにこう力が入ってる感じが、してきたっていう風に言ってましたし、頓宮選手にはね、ファースト転向2年目っていうこともあってですね、もうファーストミットで、グローブさばきだったりとか足の動かし方だったりとか身振り手振りこう指導していたってことなので、もうキャッチャーミットは置いてるでしょうから、なかなかね自分でも言ってましたけど、守備はちょっと目をつぶってくださいという風にヒーローインタビューでもよく言ってるので、なんとかですねここもまあクリアにしてですね、改善して成長して、ゴールデングラブをファーストで取るっていうような、ことも期待ができるのかななんていう風に思いましたんで、中嶋監督が早くもですね、育成であったりとか新戦力主力の選手たちにどんどん助言をしているということで、もう2024年がね本当に楽しみで仕方がないというかですね、もう今の時期は全員がですね唯一、ポジ出る時期なんじゃないかなっていう風に思うので、思う存分ベースボールライブ含めてね、オリックスのキャンプ見てよだれでもう垂らしまくったらいいんじゃないかなっていう風に思うんですが、改めてね現在、キャンプ始まって、3日目でございますが、なんとですねオリックス、観客動員数がぶっちぎりで1位でございます。ソフトバンクも巨人も阪神も抜き去っているということで、えげつないですよ。7800人、3連覇ってそんなすごいんだなっていうことで、去年ぐらいからですね、やっぱ連覇したあたりぐらいからちょっとね、効果が出て始めましたけども、一回優勝してぐらいじゃダメなんだなっていうのをちょっと改めて感じましたが、ここに来て超人気球団の仲間入りですよね。カープが1000人、中日が1858人っていう、阪神抜いてるからすごいなと思ったんですが、中田翔選手の効果もあるんでしょうね。立浪さんの影響もあるんでしょうか、まあ、非常にオリックスがですね7800人群抜いてますからね。圧倒的ぶっちぎり唯一5000人超えてるということなので、もうですね超人気球団になったんだろうなってことで、まあメディアではね未だにやっぱ偏ってますが、やっぱりお客さんの声っていうのが一番正直ですから、強いってことがまあ一番の理由だと思うんですね。これ弱くなったらまた、数字が3桁になるのかもしれないですが、やっぱ強さっていうのはいろんな側面でいい循環でね回っていきますんで、オリックス今一番日本で人気なんじゃないかって僕はちょっともう声を大にして言いたいなというふうに思いました。まあそれぐらいねオリックスのキャンプが今大盛り上がりしているという
ということですから、ここにさっきも言いましたけど、吉田輝星投手だったりとか新戦力がどん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 出てくればですね、やっぱり、もっともっと人気に火がつくんだろうなっていうふうに思います。実際にも吉田輝星投手ね、日本ハムとちょっと違うところで言うと、やっぱ人選が少ないと。なので自分の本当好きなように調整ができるので、そこはすごくいい面だっていうふうに言ってるので、早くもねオリックスならではの良さっていうのを感じております。しかもまあ前か後ろか人によって分かれます。僕は前がいいかなっていうふうに思ってるんですね。選抜名前は上がりますが、実績者はいないですし、やっぱドラフト1位ということを考えるとですね、やっぱエースに僕はなってほしいなというふうに思うので、ソタニの左右エースですか、もうこれはもうぜひタッグ組んでほしいなというふうに思うんですが、方で後ろは後ろで面白いんですよ。というのも、オリックス2021年優勝してから3年間ね、見てもらった通り、これ太字にしんのがやっぱ数年間活躍してるということなんですが、どうですか、平野義久と阿部以外はですね、なかなか1年間だけの活躍になってるんですね。でノブが21年に活躍をして、22年は登板数12試合に減って去年増えたっていうようなことなので、まあ、1年間空いたりとか、あるいは、K 鈴木、漆原、近藤、ミドル、ワゲスパック、ホンダのようにですね、怪我であったりとか退団してしまう選手がほとんどであるということを考えると、宇田川投手、総一郎投手の期待値も高いんですが、阿部義久の安定感もすごいんだろうなと改めて感じましたので、ぜひここに吉田輝星という名前をね刻んでいただいても僕としてはいいんですが、僕はやっぱり前として見たいなというふうに思いましたんでね、明日からのキャンプもしっかりと、楽しみながら、ライブ見ていけたらなというふうに思っております。ということで今回の内容は中島メソッドというテーマでお話をさせていただきました。改めてみんなもすごい毎日もうよだれもう吹き切れてないのかなというぐらいねポジポジしてるんじゃないかなというふうに思うんですが、改めて第一クール最新状況、今の時点でこの選手にポジってますと、こういう面でポジってますといろいろあると思うんでね、ぜひコメント欄通じて教えてくれたらなというふうに思っております。ということで今回のお話は以上とさせていただきます。最後までね聞いてくれて本当にありがとうございます。次回もオリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録であったりとかグッドボタン、そしてツイッターのフォローなどでねこのチャンネルを応援してもらえると本当に嬉しいのでよろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。